自生。物理学において、自生、自生とは、物質が原子あるいは原子よりも小さいレベルで磁場に反応する性質であり、他の物質に対して引力や積力を及ぼす性質の一つである。磁器ともいう。自生は様々に分類がなされている。例えば、自生の分類の中では、強磁性がよく知られているが、強磁性を持つ物質は自ら持続的な磁場を、 生み出しうる。また、電流などによっても磁場は発生する。ところで、あらゆる物質は程度の差こそあれ、磁場によって何らかの影響を受ける。磁場に引き付けられる物質もあれば、常磁性、磁場に反発する物質もある。反磁性。さらに、磁場と複雑な関係を有する物質もある。しかも、ある物質の磁性状態、または層は、温度、あるいは圧力や、 周囲の磁場に依存するため、一つの物質であっても、温度などの条件によって様々な磁性を示すことがある。ただし、ほとんどの場合、磁場によって物質が受ける影響は、特別な装置を使わなければ検出できないほど小さい。中でも、磁場の影響が無視できる物質は非磁性物質と呼ばれ、これには例えば、銅、アルミニウム、一般的な気体、合成樹脂などが含まれる。 非磁性物質に対して特別な装置などを使わずとも容易にわかるほど強い、磁性を示す物質、強磁性物質として、ある種の鋼のような人工的な鉄合金がよく知られている。また、磁鉄鋼、天然磁石や磁流鉄鋼などといった鉱物も強磁性物質であり、その名に磁石の字がついていることから、明らかなように人間が手を加えるまでもなく、 磁力を持っていることが見て取れる磁石が天然に生成される場合もあることが知られている。磁力は電化の運動によって引き起こされる基本的な力である。磁力を支配する源や場の振る舞いはマックスウェル方程式で記述されるビオサバールの法則も参照のこと。よって磁性は電化を持つ粒子が運動をすればいつでも現れる。磁性は 電流の中の電子の運動によって発生して、電磁気と呼ばれたり、電子の量子力学的な軌道運動やスピンによって、生じ、永久磁石の力の源となったりする、電子は太陽を回る惑星のような軌道運動を行っているわけではないが、実効的な電子の速度は存在する。アリストテレスによれば、世界最古の磁性に関する科学的議論をしたのは、タレス。 紀元前625年から545年だという。同じ頃、古代インドでは、医師、ススルタが磁石を手術に利用している。古代中国では、紀元前4世紀の帰国史に磁石は鉄を引き付けるという磁性に関する記述がある。紀元20年から100年の間に書かれた論考には、磁石が針を引き付けるという記述が11世紀中国の科学者陳活は、 無形筆談で方位自身について記述している。1187年、アレクサンダー・レ・カムはヨーロッパで初めて方位自身とその公開への応用を記述した。1269年、ペトルス・ペレグリノスが書いた磁気書館は磁石の性質について記した現存する最古の論文である。1282年、イスラムの物理学者で天文学者、 地理学者のアルアシュラフが磁石と方位自身の性質について記述している。1600年、ウィリアム・ギルバートが磁石及び磁性体並びに大磁石としての地球の整理を出版。その中で地球をモデル化したを使った様々な実験結果を示している。そういった実験により、彼は地球自体が磁性を持っていて、それによって地磁気が発生して、 方位自身が北を指すのだと結論付けた。それまでヨーロッパでは方位自身を引きつけているのは北極星、ポラリスだという説や北極にある巨大な磁石でできた島だという説が信じられていた。電気と磁気の関係の解明は1819年、コペンハーゲン大学の教授だったハンス・クリスティアン・エルステッドが電流によって方位自身が影響を受けることを発見したのが 始まりである。その後、アンドレ・マリアンペール、カール・フリードリヒ・ガウス、マイケル・ファラデーといった人々が実験を行い、電気と磁気の関係をさらに明らかにしていった。ジェームズ・クラーク・マクスウェルはそれまでの知見を、マクスウェルの方程式にまとめ、電気と磁気と工学を一分野にまとめた、電磁気学を生み出すことになった。1905年、アインシュタインはそこから特殊相対性理論を生み出した。 古典電磁気学は19世紀末には完成していたものの物質の磁性の起源を本格的に議論するには20世紀初頭の量子力学の成立を待たねばならなかった。これはボーアファンルーエンの定理のためにマクロな古典系においては物質の自性を説明できないためである。量子力学の成立以後電子や原子核の持つスピン角運動量が 微視的な物質中の自生の起源の本質であることが認識された。量子力学の成立においても中心的な役割を果たしたベルナー・ハイゼンベルクは量子論に基づく教授生態の理論を九百二十八年に提出した。ハイゼンベルクの理論をはじめとして量子力学を用いた物質の自生の研究が本格的に始まったが原子核金棒に極在した電子が自生を 担っているとするハイゼンベルクの理論に対立して、フェリックス・ブロフホ、エドマンド・ストーナー等が物質中を変歴する電子が磁性を担っているとする変歴電子理論を擁立し、どちらの理論がまといているのか、30年にわたって論争が続いた。そのまま、ネイル反強磁性、弱強磁性等、新しい磁気構造の発見、説明が行われた。 極材電子理論 VS 変力電子理論の戦いは、結局のところそれぞれの理論が有効な物質が見つかり、どちらの理論もある程度的を置いていることが明らかになった。1949年になると、ネビル・モットによって、電子相関に伴う変力電子の極材化の概念がもたらされ、1959年には、フィリップ・アンダーソンによって、モットの概念を用いて、 ハバードモデルに蹴る電子の極材化の基礎付けがなされた。これによって、変歴電子と極材電子を統一的に扱う枠組みが確立した。この功績によってモットとアンダーソンは、同じく磁性について研究していたジョン・バン・ブレックと共に、1977年、ノーベル物理学賞を受賞した。20世紀後半になると、動産化物系高温超伝導体と磁気秩序の関連、 磁性の工業的利用、スピントロニクスの発展等から、物質中の電子の持つスピンの性質に対する、より深い理解への欲求が強まり、物質中の磁気秩序の解明が進んだ。物質中の磁気構造を人工的に操作することも可能になり、軸と呼ばれる、表示性の構造に情報を記録する、ハードディスクドライブも実用化された。磁性と、 各運動量には密接な関係があり、微子的には、時価による回転を示すアインシュタインド・ハース効果と、その逆の回転による時価を示すバーネット効果がある。原子及び、それよりさらに小さいスケールでは、この関係は、磁気モーメントと、各運動量の比、すなわち磁気回転比で表される。磁性の源泉は2種類ある。物体が磁性を持つ物理的原因は、 電流の場合とは異なり、原子に生じる磁気相極子である。原子スケールでの磁気相極子、あるいは磁気モーメントは、電子の2種類の運動によって生じる。1番目は、原子核の周りを回る電子の軌道運動である。これは、電流のループとみなすことができ、原子の軸方向に、軌道磁気モーメントを生じる。2番目の、もっとずっと強い磁気モーメントの源は、スピンと呼ばれる。 量子力学的な性質である。これは、スピン磁気モーメントと呼ばれる、ただし現代の量子力学の理論では、電子が実際に物理的に自転したり原子核の周りを軌道運動したりするとされているわけではない。なお、原子核にも磁気モーメントは存在するが、一般に電子のそれの数千分の一の強さしかなく、物質の磁性にはほとんど影響しない。しかし、 例えば核磁気共鳴や核磁気共鳴画像法は、その原子核の磁気モーメントを利用している。原子の全体的な磁気モーメントは、個々の電子の磁気モーメントの相和になる。磁気相極子は互いに反発して、正味のエネルギーを小さくしようとするため、軌道運動においてもスピン磁気モーメントにおいても、いくつかの電子のペアが持つ反対向きの磁気モーメントは、互いに打ち消し合う。このため、 電子核や副核が完全に満たされている原子では、磁気モーメントは通常は完全に打ち消される。磁気モーメントを持つのは電子核が部分的に満たされている原子だけであり、その強さは普通原子の数で決まる。そのため、様々な元素ごとの電子配置の違いが原子の磁気モーメントの性質や強さを決めており、また様々な物質の磁気的な特性の違いをも決めている。 また、温度によっても、磁気的特性は変化する。高温では、無作為な分子の運動によって電子が一定方向に揃って運動し続けるのが困難になる。様々な物質で以下のようないくつかの形態の磁気的な振る舞いが見られる。反磁性は、あらゆる物質に存在し、磁場に反発する傾向を示す。しかし、常磁性。 外部の磁場を強化する傾向のある物質では、常磁性が支配的になる。したがって、あらゆる物質が反磁性を持つにもかかわらず、反磁性的現象は反磁性しか持たない物質でしか観測されない。反磁性物質では、電子は必ず体になっており、電子のスピン磁気モーメントは常に相殺されて、挙手的効果を全く引き起こさない。その場合、磁化は、 電子の軌道運動から生じ、古典的には次のように理解できる。物質を磁場に置くと、原子核の周囲を回っている電子は、原子核との間の空論力に加えて磁場によるローレンツ力を受けることになる。電子の運動の方向によって、更新力が強まって電子が原子核に引き寄せられたり、逆に引き離されたりする。このため、磁場と逆向きの軌道時モーメントを持つ電子の 磁気モーメントは強くな。磁場と同じ方向の軌道磁気モーメントを持つ原子の磁気モーメントは弱められるレンツの法則。結果として物質全体では磁場とは逆向きの磁気モーメントが生じる。なお、この解説は一種のヒューリスティクスであって、真の理解のためには両子力学を持ち出す必要がある。あらゆる物質でこのような電子軌道の変化が起きるが、 常時性や強時性の物質では体になっていない電子の効果が相対的に大きいため、半磁性的現象は観測できない。常時性の物質には体になっていない電子があり、原子軌道、または分子軌道に一つしか電子が存在しない。パウリの排他原理により、一つの軌道を共有する二つの電子は、神性、スピン磁期、盲面が逆向きになっていて、 その磁気モーメントによる磁場は相殺される。体になっていない電子では、磁気モーメントの向きは自由である。外部から磁場が印加されるとそれらの磁気モーメントは、印加された磁場の向きに揃う傾向があり、それによって全体の磁気が強まる。強磁性体も常磁性体と同様に体でない電子を持つ。したがって磁場に置かれた時に、それらの磁気モーメントが、 一定方向に揃う性質を持つが、同時にエネルギー状態を低く保とうとしてそれれの磁気モーメントが互いに揃おうとする傾向がある。そのため、磁場を除いても物質内の電子が同じ向きを維持し続け、永久磁石となりうる。強磁性物質にはそれぞれキュリー温度、またはキュリー移転と呼ばれる温度があり、それより高温の状態では強磁性を失う。 これは、高温によって、原子や分子が乱雑に運動するため、強磁性を発揮するために必要な向きの位置が保てなくなるためである。磁石などにも使われる強磁性物質としては、ニッケル、鉄、コバルト、ガドリニウム、およびそれらの合金がある。強磁性物質では、個々の原子が持つ磁気モーメントによって、原子が小さな永久磁石のような振る舞いをする。そのため、 互いに磁石のように引き付け合って整列し、磁気モーメントが揃った区域を形成する。これを軸と呼ぶ。磁気力顕微鏡を使うと、この微小な軸を観察できる。一つの軸が大きくなりすぎると不安定になり、逆向きの二つの軸に分裂する。すると、渦のようになり、隣接する軸がより強固に引き付け合うことになる。強磁性体を磁場に置くと、 サズのように軸が成長して、磁場の方向に揃うようになる。外部磁場を取り除くいても、軸の状態が元に戻らないこともある。そのため強磁性物質は磁化され、永久磁石となる。十分強力に磁化されると、一つの軸が支配的となって、飽和磁化状態となる。ただし、磁化された強磁性物質を熱して、キュリー温度を超えると、分子が揺り動かされて、 軸を形成できなくなり、強磁性は失われる。反強磁性は、強磁性とは異なり、隣接する原子の新生磁気モーメントが互いに反対向き、反平行になる傾向がある。原子が整列している場合、隣接する原子同士で、磁気モーメントは常に、反平行を取り、反強磁性を示す。反強磁性体は、全体として、磁気モーメントが相殺されているため、 磁場を発生しない。反強時性は他の磁性に比較するとあまり見られず、主に非常に低い温度で観測される。温度を変化させると、反強時性体は半磁性及びフェリ磁性を示す。一部の物質では隣接する電子が半平行となるが、それぞれの体はバラバラな向きを向いている。このような物質をスピングラスと呼ぶ。これはフラストレーションが生じている例である。 強磁性体と同様、フェリ磁性体も磁場のない状態で磁化された状態を保持する。しかし、反強磁性体と同様、隣接する電子のスピンは半平行となっている。一見すると矛盾する特性を兼ね備えているのは、最適な幾何学的配置において一方向の磁気モーメントが逆方向の磁気モーメントより大きいためである。天然に算する磁鉄鋼は、 もともとは強磁性体だとみなされていたが、ルイネールがフェリ磁性体であることを発見した。強磁性体あるいはフェリ磁性体が十分小さい時、ブラウン運動に左右される単一の磁気スピンのように振る舞う。磁場を引火した場合の反応は、定性的には常磁性体と類似しているが、定量的にはもっと大きい。マグネターと呼ばれる非常に強い磁場を持つ天体も、 存在すると考えられている。アインシュタインの特殊相対性理論の帰結として、電気と磁気は根本的に相互に関連していると理解されている。電気を伴わない磁気や磁気を伴わない電気は、ローレンツ力が速度に依存する点から特殊相対性理論と整合しない。しかし、電気と磁気を両方考慮する電磁気学の理論は、 特殊相対性理論に完全に整合している。従って、ある観察者から見て、完全に電気に見える現象は、別の観察者から見れば完全に時期に見える、可能性があり、電気と磁気は形に依存した相対的なものである。つまり、特殊相対性理論では、電気と磁気は一つとなり、分けて考えることができない。磁気現象は磁場によってもたらされる。電流、または、 気創極子は磁場を生み出し、その磁場内にある他の粒子に磁力が与えられる。マックスウェルの方程式、定常電流の場合は、ビオサバールの法則に単純化されるは、そういった力を生み出す。場の起源とその振る舞いを説明する。電化を持つ粒子が運動すると、例えば、電子の運動によって電流が流れる場合や、原子核の周りを電子が軌道を描いて回る場合、 磁力が観測される。そして、その源泉は、量子力学的スピンから生じる新生磁気層極子である。過電粒子が電流として運動したり原子内で運動する、あるいは新生磁気層極子によって磁場が生まれると磁力も生じる。次の式は運動する過電粒子についてのものである。磁場 B の中を運動する過電粒子は、 以下のベクトル積で表される力、回、ローレンツ力を受ける。ここで、この力は外積なので、粒子の速度と磁場の両方に対して垂直な方向に働く。このため仕事はなされず、磁力は粒子の運動の方向だけを変え、速さは変えない。その力の大きさは次の式で表される。ここで、フォーミュラ6は、V と B の間の角度である。 移動する加減粒子と磁場の方向から力のかかる方向を知るには、フレミング右手の法則を応用すればよい。V を人差し指、B を中指で表せば、力 F の方向は親指で表される。通常、磁場は双極子状として現れ、S 極と N 極を持つ。S 極、N 極という用語は磁石を方位磁石として使っていたことに由来している。 大位磁石は地球の磁場すなわち地磁気と相互作用し地球上での北と南を指し示す。磁場はエネルギーを蓄える。物理系は普通、エネルギーが最小となる配置で安定となる。そのため、磁気相極子を磁場の中に置くと磁場と反対の方向に自らの磁極を向けようとし、これによって正味の磁場の強さをできるだけ打ち消して磁場に、 蓄えられるエネルギーを小さくしようとする。例えば、二つの同じ棒磁石を重ねると普通、互いの N 極と S 極がくっついて、正味の磁場が打ち消されるようになり、同じ方向に重ねようとする力には逆らおうとする。これが方位磁石として使われる磁石が、地球磁場と作用して、北と南を交流である。なお、二つの同じ磁場を持った。 棒磁石を無理やり同じ方向に重ねた場合、二つの棒磁石を同じ方向で重ねるために使われたエネルギーは、重なった二本の磁石が作る磁場に蓄えられ、その強さは一本の磁石の二倍になる。棒磁石が強磁性を持っているのは、棒全体に電子が均一に分布しているからであり、棒半分に切ってもそれぞれの断片が小さい棒磁石になる。 N 極側と S 極側で色分けがなされたデザインの棒磁石も存在するが、仮に色が分けられている場所で切断したとしても、それぞれの色の2本の棒磁石ができるだけである。いずれにしても磁石には N 極と S 極ができてしまい、磁石を切断しても N 極と S 極を分離することはできない。もしも磁気単極子というものが実在するならば、全く新たな磁気効果を生じるだろう。 それは N 極または S 極がもう一方と体ではなく単独で存在するものを指す。1931年以降2010年現在まで磁気単極子の体系的な探索が行われてきたが未だに発見されておらず実在しないと見られている。以上のような通常の経験に反していくつかの理論物理学のモデルでは磁気単極子モノポールの存在を予言している。 1931年に、ポール・デラックは、電気と磁気にはある、種の対称性があるため、量子論によって、単独の性あるいは、負の電化の存在が予言されるのと同様に、孤立した S 極あるいは N 極の磁極も存在するはずだ、と述べた。しかし実際には、家電粒子は、陽子と電子のように個々の電化として、容易に孤立して存在できるが、 S, S と N の磁極はバラバラには現れない。ディラックは量子論を用いて、もしも磁気単極子が存在するならば、なぜ観測される素粒子が電子の電化の整数倍の電化しか持たないのか、という理由を説明できることを示した。なお、クオークは分数電化を持つが、自由粒子としては観測されない。現代の素粒子論では、電化の量子化は非可観ゲージ対称性の 自発的破れによって実現されるとされている。現在のある種の大統一理論で予言されているモノポールはディラックによって考えられ元々のモノポールとは異なることに注意する必要がある。今日考えられているモノポールはかつての素粒子としてのモノポールとは異なり、ソリトン、すなわち局所的に集まったエネルギーの束である。こういったモノポールが仮にも存在するとすれば、 宇宙論の観測結果と矛盾することになる。宇宙論の分野でこのモノポール問題を解決する理論として考えられたのが現在有力とされているインフレーションのアイデアである。一部の生物は磁場を近くでき、これを自覚と呼ぶ。医学的治療に磁場を使うもある。また、生物が磁場を生み出す現象をと呼ぶ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。